はい、皆さんこんにちは。アステリズムイメージからブルーバーオイです。今日はですね、こういう企画をやってみたいと思います。ドン。あなたは宮崎県出身ですか？宮崎県出身中に見つかるまで帰れません。渋谷の方にやってきたんですけども、皆さん宮崎の人口知ってますか？約114万人で、渋谷の人口ウィキペディア参照ですけど、22万1800人です。5人に1人はもう宮崎の人です。ここにいる人も、ここにいる人も宮崎出身の方ばっかりだと思いますので、すぐ帰りたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずこういうのは一番最初が大事なんで、癖の強い方、一発目外国人の方にと声かけてみてください。すいません、sorry. I don't speak any Japanese, sorry. Sorry. Yeah, sorry されました。Are you from? なんて答えればいい ？I'm from Japan. Where are you from? だ。普通にそうだ。あの人、多分宮崎出身だね。絶対宮崎出身だね。声かけたと思う。ドイツ出身でした。はい、はい、じゃあおふざけはここまでです。ちゃんと探していきましょう。まあ、宮崎といえば海、川、自然、まあ、通称田舎と呼ばれる場所です。なぜか目があったので、その方に声をかけていきたいと思います。すいません、素手間違えました。中国の方、中国の方この方たちにちょっと聞いてみたいと思います。山田さんはどうやってるんですか？違うんですか？愛知です。アイドルグループやってるんですけども、こちら山田さんやってますから、お願いします。ありがとうございます。ちょっと場所移動しながら、すいません、全然禁止しないですか？どこですか？宮崎県出身、ちょっと5人に1人のはずなんで、次声かけたら次の人は絶対宮崎県出身の。静岡。ハチ公前は宮崎出身者の方ですね。ゼロです。ちょっとでいい、ちょっとでいい。やれました。すいません。すいません。マックテンポも必要です。ガンガン声かけていきましょう。声で。マックテンポ。皆さん。なんですね、日曜なんですけど、原宿の方に移動したいと思います。はい、原宿駅やってまいりました。必ず。宮崎出身者10人見つけたいと思います。おー、熊本惜しい。宮崎出身者、熊本です。すいません、ご協力ありがとうございます。すいません、 YouTube の企画でこういうのやってるんですけど、違います。持ってくんね。あ、いらないですか？ありがとうございました。
しかしですか、奇跡の方が出身地どこですか。片側です。違うんかい。結果渋谷そしてね原宿まで移動してきたんですけど0人という結果です。ということで企画の方終わるんですけども、ね、この動画が良かったと思ったらいいねとチャンネル登録の方お願いします。アスリズ葵でした。ありがとうございました。まさかみたいな感じで最後の気持ちいかないと思いますって言って、出身地どこですかって聞いたら神奈川ですね、神奈川かい。孤独だ怪我